皆さんお疲れ様です。ゆうぎです。今日はですね、ユニクロのコラボ商品に客が殺到してしまい、これが今話題になってるんですけど、どういった内容かと言いますと、ユニクロが9年ぶりにドイツの人気デザイナー、ジル・サンダーさんとのコラボ商品、プラス J を販売してしまったため、客が殺到したんですよね。このブランドはすごい人気で、10万円とかする服を取り扱ってるんですけど、まあそれがユニクロとコラボしたことによって値段もすごい抑えられてるんですよね。普段はユニクロはお手頃な価格で質も良く誰でも気軽に買えるような商品なんですけど、今回コラボした商品はユニクロではなかなかないちょっと高めな値段になってるんですよね。普段は商品にもよるんですけど5000円いかない感じの服を取り扱ってて、こちらのコラボ商品は2万円いかないほどの商品になっています。まあそれでも普段はこのブランドの値段を考えればすごい安く手に入りますし、質もすごいいいんですよね。実際僕も欲しいぐらいで、見てみたら内容も良くシンプルで、そして高級感もあって、普段着たいなっていう服ばかりでした。まあただこのコロナ禍でソーシャルディスタンスが求められてるんですよね。なのに明らかに客が殺到するって分かっていながらも販売してしまったんですよね。まあこれについて思ったのが、この商品のユニクロの売り方はバカっすね。そしてプラス転売ヤーはクソっすね。なんでかって言いますと、こういう風に客が殺到するのは売る前からもう分かってたことなんですよ。ネットでも騒がれてましたし、もう明らかに販売と同時にお客さんが殺到するんだろうなっていうのは予想ができたことなので、まず売り方を変えるべきだったなって思います。混雑しないように抽選にするなど、いろんな今やり方があるので、まあ、そこは本当にユニクロの失態かなって。これでまたコロナになった人は少なくとも増えたんじゃないかなって思いました。まあ、こんだけ人が密着してますし、いくらマスクしてようが、まあ感染してる人もいるだろうなって思いました。そして本当に欲しい人が買えてない状況に陥ってるんですよね。いろいろな SNS やコメント見ても結構買えないっていう人が多く、そしてフリマサイトなど見てみますと、2万円前後で買える商品が10万円とかなってたりして、そういうのがずらーっと並んでました。さらにはユニクロのオンラインストアを見てみますと、その商品自体は評価が半々なんですよね。見てみますと、商品自体はすごい質も良く、とてもいい商品っていう風なコメントがある中、販売と同時に売り切れたとなったり、全然買えないっていうコメントでマイナス評価になってしまったりしてて、本当に欲しい人に行き渡ってないんだなーって見てて思いました。なのでそろそろ転売の対策していかないと、本当に欲しい人に行き渡らない風になってきてるので、そろそろ対策してほしいなって思いました。いろいろとやり方はあると思うんですけど、発売したばかりの商品は1年以内はその定価以外では販売できないっていう風にやったりとか、いろんな方法がたくさんあると思いますんで、本当にそろそろ転売対策お願いします。